知ってる企業は多いかもね。企業によって扱ってる商品も違うし、どれだけ売り上げてるかも違うってわけか。小売店、EC ショップの2つが主な販路。消費財メーカー業界って？今日も業界研究かな？うん、今日は消費財メーカーをやるよ。消費財って何のことだろう。まずはそこからだよ。消費財メーカーを志望してるやつ周りにいた気がするな。早速やっていこうか。まずは1、どんな企業があるのかだね。いつも通りまずはバンキャリアのサイトから業界一覧を見てみて。今回はメーカーの中の消費財からだね。174社か。思ったよりは少ないかも。もちろんこれが全てではないよ。企業の例はこんな感じ。知ってる企業が多い。だけど知らないところもいくつかあるや。消費財メーカーも普段馴染みのある商品を扱ってるから知ってる企業は多いかもね。ただ一方で知らないところももちろんあるかも。特に外資系消費財メーカーとかね。とりあえずどんな企業があるかだけはざっくり見れたし、次に移ろう。次は何を誰にどのように提供するかだね。うんうん。そもそも消費財ってどんなものかわかる？なんだろう。消費財は人が個人や家庭で消費する製品のことで、日用品のイメージが近いかな。洗剤とか歯磨き粉とかシャンプー、化粧品とか。ちょっとこれ見てみて。日系の消費財メーカーの売り上げを比較してみた。花王と資生堂が売り上げ大きいんだね。これだと競合は大変だね。本当にそうか。売ってる商品が違うんじゃね。お、その通り。これは4社の主力領域を表した図。それぞれ花王がホームケア、サニタリー製品、資生堂はスキンケア、ユニチャームは紙おむつなどのパーソナルケア製品、そしてライオンはオーラルケア製品を主力としてる。確かに全然違う。こう見ると消費財って難しいな。花王とライオンは資生堂やユニチャームと比べると主力製品の比率は低いし、他にもたくさん商品があるんだろう。そうそう。ほら、実際花王はヘルス、ビューティーケア製品やケミカル製品、化粧品が続くし、ライオンはパブリックケアやリビングケアが続く。なるほどね。企業によって扱ってる商品も違うし、どれだけ売り上げてるかも違うってわけか。そうなんだよ。そもそも消費財自体が抽象的だから、こんな風に分解してみると業界研究の取っかかりは作りやすいかもね。次は誰にも見ていこうか。消費財メーカーは基本的に消費者、産業の2種類に向けて販売してる。産業向け？どんなものを売ってるの？一例だけど、例えばクリニック向けの業務用消毒液とか、他業種のメーカー向け原料だったりを販売しているよ。なるほどね。ここは結構シンプルだ。そうだね。もう少し細かく見ていくと、消費者に対しては小売店、EC ショップの2つが主な販路。へえ。消費財っていうとドラッグストアとかで買うイメージだし、小売店がメインにはなるのかな。それが意外とそうでもないんだよ。例えば化粧品をメインに販売してる資生堂なんかは EC 売上比率が 34% もあるんだ。え、そんなにあるんだ。うん。もちろん企業や扱ってる商品によって EC にどこまで注力するかってのは変わってくるんだけど、間違いなくこれから EC が伸びていくのは考えられるね。それから誰にについて忘れちゃいけないのが海外向けの戦略だね。ちょっとこれ見てみて。